あのーまあ、みんななあの進路いろいろ紙出してくれたんやけど、はい、いやお前だけはあの出してないからや、はいうん、何がしたんや思ってああ進学はしないですああそうかはいまあまあまあそれは人それぞれの人生があるからやけどとはいえ、はい、まあ,あの担任としてはそのな何か目標はあるんであればそれは見送り出せるぞっていう話や就職もしないです、うん、どうすんねやじゃんあでも、うん、やりたいことはあります あじゃあ、じゃあそれは先生、一話しやけど、その、はいな。な、何がやりたいんや。まあ、別に言いたくなかったらええんやけど、でもまあ、その。あ、言いたくないことはないです。あ、じゃあ、教えてくれ、はい、先生安心したいから。あまあ、高校出たら僕は、金玉果実をもぎりたいです。んうん、うんな。なんて言ったあ、すぐに、うん、そうですね。うん。進学せずにはい。<laughs> うん、うん <laughs> いや、別に、応援とかいらないですよ。 おう、もちろん。え、何をしたいって言ったんやっ金玉果実をもぎりたい。いや、言,はい、言ってるよな。あ,あはい、言、言ってます。はい。え金玉果実をもぎりたい。ふざけてる。もぎらせろ。えはえお前も、まあ、ふざけんなよ。な。あの、これ、<laughs> あの、人生かかってる大事な時期であるし、これああほんみんながな、ぶつかる壁でもあるからさ。はい、うん。で、まあ、もちろんやりたいことがあるんであれば、お前が夢を追いかけるんですよ、先生。まあ、僕別にその悩んではないですよ。はい。 あそうもうやりたいことやるっていうだけなんで。そ,それな、だ何をしたいんやん金玉果実をもぎりたい。それが何やねん、お前。えお前ふざけてるも。もぎらしてろ。えお前その場でふざけんな。おもんないねん。いや別におもろくはないですよ。汚い言葉言いやがって。汚い。なんですか、人がやりたいこと汚いって。あるでしょ、もぎったこと。ないわ。 えないんですか金玉果実もぎったこと。お前やめろ、言うも何回も。こんな。時期によってはパンパンじゃないですか。知らんわ。あるかそんな時期。ありますよ、パン<前>パン。パン大丈夫かじゃ不安なの。はじけんばかりにパンパンの金玉果実もぎったことないんですかお前大丈夫かそれ。行った方がええぞ、どっか病院。なんでそんなこと言うんですかなんですか病院行った方がいいって。僕はそのパンパンの金玉果実もぎりたい。何回言うねん。汚い。 何回でも言いますよ、理解してもらうまで。ちゃんとす僕は高校卒業したらすぐに、金玉果実をもぎりたいんないやねん、じゃあいやねん、もぎりたいどうすんねん、もぎってどうすんねん。先生が嘘つくからでしょう、もぎったことないなんて。ないわ。誰のもぎんねん。もぎるの。誰のって、その人のですよ。もぎった瞬間から僕のになりますけどね。もらえんの。いや、もうそんな話、どこでもええねん。いや、もらわないですよ、別に。ほな、もぎったるなよ。もぎったるな。 僕はちゃんと料金払ってるでしょ。誰やねん、そいつ。なんで料金払ってもぎらてあんねん。もぎらせて生活してる人でしょ。一瞬終わる。一回。一回切りやんけ、そんな。おなんでこんな話に真剣にならなあかんねん。ありますよ、金玉解説。ちょ、やめろって気持ち悪い。いやいや、大好きなんで怖い怖い怖い。持ってるんで大好きな気持ち悪いって怖いってお前、ええって何も怖ないぞ、はははええっ はい、ポケットに巨峰入れてんのえどういうことどういうことちょっと待ってはい巨峰いやっぱ巨峰のこと「金玉果実」って言ってるのはいもぎりたいんですよはいいろ<ー>んな金玉果実もぎってもうゆくゆくは将来もぎらせる側になりたいなと思ってああそういう研究で果樹園ブドウ園みたいなことああそうですね金玉園というかはいえなんで「金玉 <laughs> 果実」って言ってんのえ果実じゃないですか これ何なのえ丸々のった。金玉果実。あ、家のあれかなちっちゃいか頃の。お父さんユニークああ、多分ユニークな方か。あー、じゃあ多分それ。オッケー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 はい。オッケーオッケー。なんで僕は高校出てからいろいろ金玉果実をもぎって回って、あの、データを取って、ゆくゆくはもぎらせる側になりわかったわかった。でもあんまり言わん方がええかもな。って飲んでる。そんな恥ずかしい夢ですかその、金玉園って言ったし、その、もし、も実際にない夢が叶った時に、はい。 金玉園ってなってたら。とにかく山梨の金玉園回ってみて。まあ、武道園な。はい。あるだす。うん。はい。じゃあ頑張って。はい。うん。すいません。あるだす。いや、俺、てっきり、こっちかと思って。何ですかえこっちっていうのこっちっていうか、かすりもしてないな。すいません。あるだしあんまり真面目に真面目。な。失礼します。はい。全然ふざけてなかったパンパンに実った。 パンパン。張り裂けんばかりの。金玉ガチ。みんなに届けたい。僕の夢は、その一つです。僕の金玉、もぎりに来てください。 こんにちはジャルジャルの福徳修介ですこの度小説今日の空が一番好きとまだ言えない僕はを発売しました概要欄にですね冒頭の1ページ2ページ分ぐらいを載せてます気になった方は一番下の URL をポチッとしてみてぜひ読んでみてください以上小説の宣伝でしたバイバイジャルジャルに興味あるやつネタサロンなんとゼロから新ネタを作るやつという コーナーもあります。過去の単独も見れます。ゼロからジャルジャルがネタを作ってるとこを見せます。入ろうかな入らないかなあー入らるどっちインスタグラムもやってるよジャルジャルアイランドもチェックねてめえ誰だよジャルジャルタワー